こんにちは。今日はロバーツ・イン・ディスガイズ2016年展開よりレギオンクラスからグランドバスターを紹介しようと思います。テレビではグラウンドパウンダーという名前で登場してましたが、なぜか商標の問題でしょうか、こんな名前に変わってしまいましたね。それではトランスフォームやってみようと思います。思った以上に凝った変形なのですごく楽しいですよ。まずはキャタピラの部分、ちゃんと殺走法できるようになってますね。これを倒します。そして上を向けます。この部分足になります。ガサッと重機の後部部分、この部分から分割、真ん中から展開すると顔が登場します。クレーンアクションはそのままです。そして最後に手首を、なんとこんな長くなるんですね。ゴリラ体型のグラウンドパウンダーらしい、ものすごいしっかりとした体型になっていると思います。ただ残念なのはちょっと小さいですね。やはりレギオンクラス以上のサイズで商品化してほしい、そんなキャラクターだと思います。高原さん期待してます。また当然ですが日本でまた発売してください。待ってます。以上です。